情報学領域の藤本明弘です。今回はですね、皆様に生活を豊かにする IoT 技術について紹介したいと思います。それではまず、IoT とは何なのかというところから簡単にお話ししたいと思います。とはいえ、IoT という言葉は皆様もニュースや新聞などで聞いたことがある方も多いかと思います。IoT 逆さずに言うと、インターネットオブシングス。日本語で言うと、モノのインターネットとなりますが、これは簡単に言うと、身の回りのあらゆるものがインターネットに接続する仕組みのことです。例えば、皆様の中にも愛用している方がいらっしゃるかもしれないスマートウォッチ。スマートウォッチには、心拍数を測定するセンサーや、位置情報を測定する GPS など、 さまざまなセンサーが搭載されています。これらの情報はスマートウォッチ単体でも健康管理などに役立つものですが、スマートウォッチをインターネットに接続することで、より高度なサービスが実現できます。例えば、従業員のスマートウォッチから生体情報や位置情報をクラウドにアップロードしてリアルタイムにモニタリングすることで、熱中症の予兆や 転倒・転落の発生などを検知するサービスなどがすでに行われていますいわゆるスマート家電も最も身近な IoT 機器と言えるでしょう例えば、外出先からでも中身を確認できるような冷蔵庫こんだてを提案する電子レンジ遠隔操作可能なエアコンや洗濯機など 様々なスマート家電が発売されていいることとはご存知かと思いますもっと言えばこれらの家電が連携して冷蔵庫の中に入っている食材を把握してその食材を使った献立をおすすめしてくれるといったことも可能になるわけです。このように身の回りのものがインターネットにつながり情報を共有することで新たな価値を生み出し生活をより豊かなものにする。 これが IoT と呼ばれる技術となります。とはいえ、現状では IoT データが十分に活用されているかというと、必ずしもそうとは言い切れません。現在、多くの IoT アプリケーションでは、そのアプリケーションに特化したデータを独自に集めているというのが一般的です。つまり、 他のアプリケーションとデータを共有することを前提としていませんので、せっかく他のサービスにとって役立ちそうなデータを持っていても、これを簡単に共有するというわけにはいきません。もっと言えば、この図のようにカメラ映像を利用した防犯サービスと、河川の氾濫を監視する防災サービスのように、同じようにね、カメラを使ったサービス事業者 というものが存在する場合でも彼らは独自にカメラを設置することになりますしましてや互いにカメラ映像を融通し合うということもできませんそうした中で各 IoT アプリケーションの事業者同士がそれぞれデータを持ち寄って連携しデータを共有できる仕組みを作ろうという取り組みが進められています この図はそのようなデータ共有基盤の一例を示したものです。各 IoT サービスの事業者はいわば代理人として動作するデータの流通を管理するサーバーを通してデータ共有基盤にそれぞれ接続します。このデータ共有基盤を通って誰がどのようなデータを管理しているかというのを検索できるようにしているわけです。 ここで例えば迷子検索アプリを作成したい人がいたとしましょうこの人はこのデータ共有基盤を通して防犯カメラサービスと防災カメラサービスこれらの2つのサービスのデータが利用できそうだと考えると思われますそして各サービスの代理人に対してお宅のデータをくださいと依頼するわけです もちろん、この時、誰にでもデータを渡すというわけではありません。代理人が依頼人をチェックして、ああ、あなたにはここまでの範囲のデータなら渡していいと伺っていますよ。みたいな感じでですね、アクセス制御を行うことになりますので、セキュリティ面でも配慮されているようなサービスが実現できます。そして、この迷子、検索アプリは、 無事に各カメラサービスからデータを入手するとデータを解析してですねお探しのお子様と生まれる目撃情報がありますよとアプリ上で提示することができるこのように別のサービスのデータを使った新しいアプリケーションというものが実現できるということですところで IoT アプリケーションの事業者が集めていないデータ、つまり会社や個人が独自に管理しているデータの中にも潜在的に高い価値を持つデータが眠っているはずです。今後、IoT データ共有基盤が発展してくると、IoT アプリケーションの事業者だけでなく、商店街や工場、あるいは各家庭に置かれた家電管理システムだったり、スマートフォンといった個人端末、 このような多くの端末がですね直接データを取引したいと考えるようになるかもしれませんこのような環境では非常に多数の端末がデータの提供者となり得ることになります私はこのように非常に多数の端末同士がデータを共有するといった環境において効果的にデータの検索手法検索を行う手法について研究をしています さて、非常に多数のデータを管理するというだけでも非常に大きな問題となってくるのですが、個人端末の場合にはこれに加えて別の側面も現れます。つまり、端末の電源がオフになったり、通信が途切れたりして、共有基盤への参加や離脱といったことが頻繁に起こるようになるのではと予想されます。こうなってしまうと、誰がどのようなデータを持っているか、 という情報をですね中央のサーバーが正確にかつリアルタイムに把握するというのはどうやら難しそうですこの課題を解決するためですね私はデータ共有基盤に参加している端末自身が <laughs> このようにこのようにですね自律分散的に情報検索用のネットワークを構築して参加している端末間でお互いに検索を助け合うことで 個人端末を巻き込んだ超多端末環境においても、お互いに仕事を分散して、効率的に検索を実現できるのではないかと、研究を進めているところです。また、スマートフォンなどの身近な機器のデータを活用する具体的なアプリケーションとして、スマートフォンを活用して、子どもやご老人を、 見守るシステムについても検討を行っております。最近感染症対策として接触確認アプリのインストールが求められていたことは記憶に新しいかと思います。接触確認アプリでは Bluetooth の無線信号を使ってスマートフォン同士の接近を記録していました。また a i r グ a のように Bluetooth を使って近くの iPhone から連絡をしてもらうことで 忘れれ物を発発見できるといいった製品も発売されていますこのメモリシステムも、えー、それらと同じようにですねお子様やご老人が持つ電子タグからの Bluetooth を利用していつ誰とどこですれ違ったかというものをこのように街中の人に覚えておいてもらうといった仕組みとなっていますこのすれ違い情報は各ユーザーが持つスマートフォンの内部にしか保存されず ご家族との間で直接データがやり取りされることになりますのでよりプライバシー性の高いシステムが実現できるのではないかと考えていますまたサーバーやクラウドのような中央の管理者に問い合わせる必要もありませんので災害時など非常時にですね家族の居場所を探すといった場合にも応用できるかもしれませんこのように より豊かな生活を実現するため、身の回りの情報からどのように有用なデータを見つけるか、そして見つけたデータをどのように集め、活用するかというところを手助けするための研究というものを私は行っています。私からの研究紹介は以上となります。ご清聴ありがとうございました。